こんにちは、メゾンド魔王をやっていきます。今日でクエストが多分全部終わるんじゃないかっていう予想です。はい、楽しみですね。サラコさあやっていきましょうで、安い方、こっち、ワルプルギスの夜、今宵より魔女たちの宴が始まる。死者たちをもてあそぶ邪悪なる魔女どもからアパートを守れ。おー、魔女系か。行きましょう。何戦？全3戦ですね。ドキドキだな。魔法系か。意外と赤魔がね、防御力が強いからね。意外とね。あと魔法のね、やっぱ防御力高い人、トロベチャが出かけてしまう。私のトロベチャが。あんま高くない。魔法。ま、あ、本格強化いいな。あ、ツンツン。ツンツンいいね、やっぱり。魔法防御高い。あー、そっか、あと総力か。でも魔法防御向こうも高いよね。あ、ピピカンって強いな。ピピカンがいい感じだ。ピピカー。あー、でもダントツでツンツン強いな、なんか。ピヨリコのくせに。最終的にはでもそんな強くなんないんじゃないかなって思うんだけど。どうなんだろう。なんかでもここまで来たらさ、もう育てたいよね。和食食ってよく食うな。来た。気が早い魔女。ツンツンを盾に。イザベラ、マグダ、ミレイ、メアリー。一人ずつ倒したいなー、これ。うまいこと。あー、死ぬからやばいかも。あ、でもここに火力が。トロベチャ戻ってきた。ナイスー。スカルこれ倒したらもう退散でいいよ、マリア。トロベチャ、でも遅いなトロベチャ、遠距離行こう、遠距離と、魔法もでも、理解強化できるよ。怖い。あ、強かった、めっちゃ。ツンツン、ツンツン、ツンツン、強すぎるな。ピャッ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 って倒すからな。よしよし。次2戦目だ。あ、来た。早い早い。早い早い早い。早い早い。宴が接近中の意味がわからない。どういうこと？どういうことですか？トロベチャいる。オッケー。ん？太平の下、屍、魔女マルゴ、リョゴ、あ、そう、黒マンが出てくんだな。マチルダ、屍、屍。オッケー。すごい。ちょっとダメな感じだったけど、やばいやばい。トロベチャ、トロベチャ、頑張って。全然いけそう、トロベチャ、これで。強すぎるな。あと、スカバネだけだから。カミリーナ、久々に行くか、お前。いけるだろ、お前、こんぐらい。弱っ。あ、ちょっと待って、こいつらに戦わせよう、ジロニアンとか。ちょっと待って、待って。いけ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 。早攻撃。すごい。足上げて攻撃するんだ。すごいな。動きが。超人気漫画家来た。ピヨマロ。さて次次。ああ。忙しい忙しい。子供子供。はい。スカル頭に。子供ができそう。あ、生まれたよ。え、スカルエチゼン。渋。渋いな。マジで渋いな。このゴートも気になるさ。ゴートの職業もちゃんと見たいな。何してんだか。
あ、強盗はデスクで勉強してますね。なんだこれ。会社の廊下拭いてるし。まだデスクで勉強か。出勤いつするかな、スカル頭。室内で何人か。ジロ船長とね、スカル頭がもう気になってしょうがない。あらあらあら。お風呂か。本格中華食べれるか。アフヒゲに恋人出来上がった。もじゃママ。名前アフヒゲ、お前やるじゃん。ゴリか。やるじゃんやるじゃん。もじゃママやるじゃん。裸で寝てる。考え込んでる。あれか、もうすぐ夜だからみんな出かけないか。あ、ペロスケに恋人、みんな恋人なんか。キョロミ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 は人気コスプレイヤーか。ほー、みんななんか急に恋人でき始めたな。ジュンザベスがなんか一人孤独なんだが。カミリーナと。この辺もモテないね。ピピカ、ガリトス。この子がマジでモテない。なんで？なんでだろう。買ってやるか。さすがにできなすぎるよな。あの、雪男を入れたいもんだって、部屋に。えい。こんなに可愛いのに。ああ、来ちゃった。宴の供物。トロベちゃんいない。ナロベちゃんいない。トロベちゃんいない。ツンツンがいる。よしよし。ヨハンの鹿はね。巨人じゃん。バートリ。ドン、栗山の。ドン、栗山。魔法使いやばいな。あ、倒した倒した。いけ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 。あ、トロベちゃん戻ってきた。一人でいけちゃう気がする。でもかわいそうだから。追いつきそうだぞ。ピッカもいけ。トロミはいいや。トロミは弱いから。うわ怖い怖い。届いてなくない、これ。届いてる、ちゃんと。倒した、よし、クエスト完了。よし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 。じゃあ次行こう。あと2個だ。ボンゴレとあれか、最後のやつかよ。ボンゴレさ、これさ、色即是空。なぜ魔王に勝てないのか、その答えを求め、剣を捨て、出家した彼の出した答えは、生身だー。怖ー。ボンゴレ。ボンゴレ。これか、色即ゼボンゴレか。どうでもいいわ。どうでもいいわ、ボンゴレ。一戦？全一戦だ。じゃあ全一戦に全てをかけて。ちょっと強そうなんだよね。どうせ一人で多分来るよね。ハサミ打ちに来て、関節みたいな感じ、いつも通り。に思ってます。はい。あ、ジロ船長がちょっと出勤しようと。ああ、そう、出勤できなかったじゃん。おい、ボンゴレお前。見たかったのに。何するか今日。何切り裂くか見たかったのに。じゃあ、ボンゴレ、伝説の舞踏家。あ、強い、ちょっと強いわ、ちょっと強い。ちょっと強くなってる。これね、攻撃速度がね、めっちゃ速いんで。あ、いない。いた。あ、いけるいける。あ、どうした。ごめん、ボンゴレ。一瞬だった。あ、何してんだろう。仕事行かないんかい、船長。パン食べ始めちゃったよ。マジ、恋人できないかな。
あ、そう、ボンゴレ終わっちゃったから一瞬だったけど色即ゼボンゴレが終わっちゃったから最後のあれですね、クエストですね。もう、あ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 、キノコ鑑定士の方がくっそ出勤スカル頭ジロ船長。まあ次やっていきましょう。最後です。来たれ最強の魔導士、黒魔術により復活した王女リリー。あ、またリリー来んだ。何気に強いしめっちゃ可愛いよね。闇の魔導士らと共に再びアパートに迫る。最強の魔導士とを倒せば建物を増築できるぞ。あー、なんかゴールが見えてきたぞ。というわけで初めての難易度5ですね。あー緊張するけど、でも今まで結構楽だったから、まあ、いけるんじゃないかと思います。いくぞ。何戦？3戦か。なんでツンツンかね、トロベチャ両方いないとね、ちょっとね困る。山丸とかになっちゃうから。山丸は盾になるけど頑張ってもらわないとね。あー緊張するリリーでももう一回見たいよね。待って、前回のリリーがちなみに強敵か。これだよ、これこれ、超可愛いやつ。王女見た目は変わってるのかな、どうなんだろう、わかんないけど。はい、あ、そういや、これさっきのあれか、これとこれか、蘇ったボス、ボスだったのか。ああ、そういうことか。ちょっと理解するの遅すぎたわ。増築する前のボスだよね両方とも。そうか。あー恋人できないねあ、来ちゃった。ヨミの乙女たち、トロベちゃんいる、ツンツンいる。シセル・ジョゼ、アリア、ホルン、オペラ、いっぱいいる。ベルガめっちゃいるな。魔導士が怖い。これ、やばい、痛い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 。でも倒せる倒せる、すぐ倒して右に行け。トロベちゃん遅い頑張って、いけいけ、よしよしよし。ほぼ1対1っていうこの悲しさ。やべ、これ遅いあー1対1になる予感。でも倒したな、いけるいける、ジョゼ倒せ。いや、ほぼ1人で倒しましたねよし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 。4階にするのすごい楽しみなんだけど、楽しみすぎるわ。また見た目ももっと豪華になるよね。結構でも今この3階のさ、このアパートマンションかの見た目可愛くないですか。あ、モザママとアフヒゲが、どうぞえー恋人できないな、ソーリキー頑張ってー多分もじゃもじゃした子供がそろそろ生まれるんじゃないかと。来た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 、アフローですね私こう何気にさ、このケンタウマの名前シリーズめちゃめちゃ好きなんですよね。アフヒゲ、モザママとかアフローとか可愛い、可愛くないいいね。いやー、じゃあ次2戦目迎え撃ちましょう。あ、また出かける、出勤か、バーテンダーだから。あ、あの出かけないの、なかなか船長と頭として。あ、不用心な家で説教中です初めて、ちょ、また出勤できなかったよダメだな、タイミング。ラルゴ、伝説の巨人、デイジー、レント、
よし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 、2発2発で頑張って、ケンタウマ頑張ってる。え、強くない？そう、時間かかってるんですけど。あ、総力帰ってきた。戦ってくれるかな。あ、やってくれる。よし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 、いけ、トロベちゃん。ケンタウマ何気に頑張ってる。よし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 。忙しい忙しい。どうぞ。あ、来た。ペロゴン。いや、ここのね、名前はね、結構好きなんですよ。ペロスケ、キョロミ、ペロゴンって。名前がいい、名前がいいわ。いやー、子供は何に、で、生まれてすぐ本格中華ってお前。お前な、どんな職業に就くのか。一体。で、次だ。次は最後だぞ。ドキドキする伝説の、最強の魔導士か。ジロ船長マジで出勤しないんだけど、これ見てると面白いね。なかなか仕事に出ないやついるね。ねえ、ジロ船長、そっか、また出ようとして敵来ちゃったから、なかなか仕事に行くタイミングがないのか。参っちゃうね。参っちゃうな。やばい、トロベちゃんが出勤しないよな。結構遅くまで寝てるな、トロベちゃん。また会社の廊下拭いてるんか。あ、漫画の原稿中です。頑張って、ピピカ。丸くなって寝ています。あ、トロベちゃん、あ、ナイス、よかった。来た、王女と魔導士。トロベちゃんいる、ツンツンもいる。やばい、怖い。リリーだ、強っ。腕利きの魔導ロボ？タイプ G？ なんだあれ？来て、トロベちゃん。え、貫通だ！ゲー！貴族お前逃げろ。やばいやばいやばい、逃げて逃げて。やばいやばいやばい。あ、死ぬ死ぬ、子供、子供じゃない、子供か。あ、子供が死ぬ。危な危な危な。貫通攻撃がこんなに怖いなんて。子供たちが死んでしまうよ。いやー、しかも一騎打ちになっちゃった。後ろから誰か、アフヒゲとかモザママか。ちょっとゾンゾンゾンっていけますかね。いけいけいけ、リリーごめん。やった、2万3000だ。あのタイプ G はやばかったな。やった、建物増築できるようになったよ。で、新たなクエストが選べるようになりました。というわけで、あとフリークエストが多分出る感じですよね。いやー、ジロ船長遊びに行っちゃったよ。仕事。やばかった。やっぱ貫通がやばいね。難易度が。上がるね。子供がやばい。巻き込まれて。逃がせばいいんか。なるべく早く来ちゃったら。忙しい。あ、なんだなんだ。あ、できたできたできた、やっと。銀仏銀仏。銀仏。え？弥生時代専門のイタコ。とっても満足でげす。全然顔が違う。全然顔が違うんですけど。これ。
恋人できなかったのはこれがなんか嫌だったからなんじゃないか、この顔が鼻くそほじってる。いやー、とりあえず良かった、うん、ここが本当心配だったから良かったですねはい、でクエスト一応一通り終わったので増築がまたできますが、いつも通りこれですね、冒険者の宿6000だ今回。これでまたお金を稼いで、稼ぎつつですね、また後輩じゃなくて物になってきちゃった。また恋人作らせて子供産ませあの各キャラクターをちょっとなんか育てていこうかなと思ってます。はい、あらららら、もう来ちゃった。熟練パーティーが接近中です。あ、ドロベちゃんいない。あ、ツンツンいるからツンツンで、誰だ、チャニー、クリボー、ブレです。ついればもういけるな、強っ。あ、いるいるいる。はい、お金を稼ぎつつ、そのまたこの辺なんだろう、子供子孫、子供育てつつ、能力育てつつ、部屋の中身ですね、どうしようかな。この鍛える系を先になんとかしようかな。縄跳びはもういいから、縄跳びのとこにルームランナー3つか、まあいっか。腹筋、いっか、3つで、こんだけ空いてるから3つで良いで、腹筋鉄アレイ系を新しくいい方にしたい。このサンドバッグと鉄人ベンチのいい方に変えたいです。はい。で、一個は、その、やっぱ恋人用、恋人できるよ？ん？恋人作るよ？とか、子供を産ませるように一枠を開けたいので、この一個はなんか好きなのあげようかな。さすがに。この一個はなんか開けておきますか。なんか。うん、趣味に合わせたものを買ってあげようかなみたいに思ってます。で、この辺はでも最後かな。うん、壁紙ベッド1万か。ちょっとこの家具系もちょっとずつ揃えていきたいですね。次これか、神の共演セットぐらいなら買えそうな気がする、みんなに。で、お風呂もヒノキ露天風呂、みんなすごい豪華すごい豪華。まあ、動画でやるかちょっとやってからですけど、壁紙がさ、一応これが一番いいのでいいのかな、よくわかんないんだよね。好みか、好きな壁紙やったら基本これのままでいいや。好きなのも欲しいって言ったら変えていく感じにしようかな、ここからは。よくわかんないから、この効果いいや。で、エアコンもこっち、驚異のエアコンに、変えて、うん、変えようかな。あと、これだ。デスク、まあ、魔法防御に関わるから、これも変えそうな気がする。一番いいやつに変えて、みたいな感じで、整えていこうかなっていうふうに思ってます。はい。2戦目来るな。あ、出勤、ジロ船長出勤した。よし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 、早くね、仕事した、ちゃんと切り裂いた。ああ、あれー早っ、ナイスオブかななんだかな、まあ今いいけどさ。はい、あ、猫の餌を皿に持ってます、かわいい、かわいい職業だ、ほんとに。
誰、なんで一人でベッドで飛び跳ねた謎だな。はい、で次ちょっと2戦目ですね。そんなにね強くないと思います。できた、来た。一匹狼の冒険者が接近中です。一匹狼、うわー、武闘家ね、あんまりなんですよ。怖い。ツンツンいける、はい、余裕でしたツンツン一人でいけそう。イエーイ、6000。あ、子供が、子供が、よしよしよし、女の子生まれますように、女の子生まれますように。どっちだと思いますか、どっち生まれると思いますか。ドキドキの瞬間、どっちだろう。女の子が欲しいです。あ、来た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 。あー、ザルなんてこった、なんてこったを。はい、銀ザルですね猿が、猿の家族が増えましたっていうところで今日は終わりにしようと思います。はい、で次回お金も貯めた状態にしておくので、増築ですね。ついに4階建てになるかと思います。超楽しみ。というわけで、しばらくちょっとクエスト回して頑張ろうと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。